初代コノートストラサーン公爵アーサー王子はイギリスの王族ビクトリア女王の第三王子であり主に陸軍軍人として活躍した最終階級は陸軍元帥1911年から1916年にかけてはカナダ総督を務めたビクトリア女王に抱かれる一歳のアーサー王子初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーが 誕生日の贈り物を捧げている。1850年5月1日、女王ビクトリアと王廃、アルバートの三男として、バッキンガム宮殿に生まれた。その日誕生日を迎えていた初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーが、大父に建てられ、その名前を取って、アーサーと名付けられた。後に、国王エドワード7世となる、プリンス・オブ・ウェールズのアルバート・エドワードと、 後にザクセンコーブルクゴータ公となる、エディンバラ公アルフレッドは兄である。ウーリッチの王立陸軍士官学校で学び、1868年6月に王立公平連隊に少位として任官した。その後王立公平連隊、ついで王廃所有ライフル旅団に転任した。この旅団所属中の1870年に初めてカナダに勤務した。1871年5月に大尉に昇進。 同年に、数密古門館に列する。1874年5月24日に、このオトストラサーン公尺とサセックス伯尺に助せられた。1874年4月に第七、女王所有景気兵連隊に転属し、1875年8月に、少佐に昇進する。1876年に、王廃所有ライフル旅団に戻ると共に中佐に、昇進し、 1880年まで第一大隊を指揮した。1878年には姉ビクトリアとプロイセン王子フリードリヒの結婚式に出席するためベルリンを訪問し、そこでプロイセン王族のルイーゼ・マルガレーテと恋に落ちて婚約し、1879年3月にウィンザー城のセント・ジョージ・チャペルで挙式した。1880年5月には大佐に昇進し、 オーハ廃所有ライフル旅団の名誉連隊長となった。1882年にエジプトに出征した、際のこの男を1882年には、繁栄運動、オラビー革命を鎮圧すべくエジプトに出征した。もともとは、皇太子アルバート・エドワードが出征を希望していたが、皇太子の身の安全を考慮して、代わりに、弟のこの男が王族を代表して、出征することになった。 1882年9月13日のテルエルケ・ビールの戦いでは、このエルダンを率いて、先行を挙げた。この戦いに、エジプト軍が惨敗した結果、カイロは英軍に占領され、以降エジプトは、実質的に、イギリスの統治下に置かれた。この男の活躍を聞いた母ビクトリア女王は、出生軍総司令官サーガーネット・ボルズリーに宛てた、手紙の中で、息子が、 彼の愛する父にも偉大な大父にも劣らぬ功績を挙げたことに喜びを表明した。また1882年11月に女王はロンドンに外戦した出生軍を越兵したが、長女ビッキーに宛てた手紙の中でその時の心情を次のように書いている。かわいいアーサーが自分が率いて共に戦った勇士たちの戦闘に立ち、最愛のパパとうり二つの身のこなしで、 目の前を通過して行った時には嬉しくて、胸の鼓動が一段と高なる思いだった。1893年、ビクトリア女王の王子3人。左から皇太子アルバート・エドワード。この男を、エジンバラコ・アルフレッド1883年3月には、少々に昇進した。1883年には、スコッツガーズの名誉連隊長に就任。 1886年から1890年にかけては、ボンベイ陸軍の最高司令官を務めた。1889年4月に中将に昇進した。1893年4月に大将に昇進すると、共にアルダーショット司令部最高司令官に就任。母ビクトリアは、この男をイギリス陸軍最高司令官にすることを夢見ており、1895年に、 ケンブリッジ公ジョージが同職を退任した際、この男をその公認にしようとしたが、ウォルズリーの反対で阻止され、ウォルズリーがその地位を得た。1900年に、ウォルズリーが退任した際にも女王は、この男をその公認にすることを作動したが、首相第三代ソウルズベリー公爵、ロバートガスコインセシルが、初代ロバーツ男爵、フレデリック・ロバーツを強く押したため失敗に終わった。 1900年に勃発した第二次防ア戦争には従軍せず代わりにアイルランド最高司令官に就任した。1901年1月に母が崩御し兄アルバート・エドワードがエドワード7世として即位した。即位に際してエドワード7世はフリーメイソンのイングランドレンゴグランドロッチのグランドマスターの地位を辞し代わってこの男がその地位についた。 1902年6月には元帥に昇進。老いにあたるドイツ皇帝ビルヘルム2世からもプロイセン軍元帥を与えられた。1904年には陸軍艦社長官に就任。1907年には新設された地中海最高司令官に就任したが、1909年に辞した。1913年のカナダ総督この男1911年に、 カナダ総督に就任した。1914年に第一次世界大戦が勃発するとドミニオンからできる限り戦争協力を引き出そうとしたが、そのことで軍事、防衛大臣、サム・ヒュージェスと対立を深めた。1916年に任務を終えてイギリスへ帰国した。カナダ総督退任後は実質的な引退生活に入り、公務から離れるようになった。 1942年1月16日に、サリーの実所バグショットパークで公居した。フロッグも王室墓地に葬られた。爵位は、孫のアラステアが継承したが、彼はわずか1年後の1943年4月に、子供なく公居し、そこで、爵位は与えた。ガーター勲章を、この男より伝達される、明治天皇。この時この男は誤って、ピンで、 自分の指を傷つけ出血したが、何事もなかったように式を続け、天皇も気づかないふりをした。天皇は、式が終わった後、この男の落ち着きをた,たえた。この男は1890年、1906年、1912年、1918年の4回、日本を訪問している。なお、日本では、こんな男殿下と呼ばれた。1890年の来日では、 上村松園の式美人図を買い上げて話題となった。1906年の来日は明治天皇にガーター勲章を法廷するためにエドワード7世の名城となったもので英国王室の日本公式訪問としては最初のものであった。2月19日から3月16日まで滞在し日本各地を訪問している。この時の首席随員は 明治新期に英国公使館に勤務したリーズデール教であった。1912年の来日は明治天皇の体操の礼に参列するため、1918年の来日は大正天皇への元帥税授与のためのものであった。外国勲章妻のルイーゼ・マルガレーテ・フォンプロイセン1893年のこの男爵一家、1879年、アーサーは プロイセン王族のルイゼ・マルガレーテと結婚した。ありがとうございます。